疲れです。お疲れ様です。明日は何もないんだよ、開催は。いよいよだよ。はい。いよいよです。来ましたね。最後の爪の話だ、今日は。はい。クリスマスどうだったのか。クリスマス。まあ、25日にケーキと。この前言ってたな。はい。ステーキ食べました。ステーキ？はい。ああ、アメリカの硬い肉か。いや、なんか肉売ってるとこあるミニマックどこ？なんかそっちのなんか土日とかだけ買えるみたいな、ちょっと安くなってるんですよ。そんなある？はい、この聞いたことない。そうそう、はい、早く俺にも教えてよそれ。確かに。あ、今日安く売ってんだ。そう、そこで買ってきてくれて、向こうが。まあ終わればね、クリスマス終わっちゃえばもうパンパンと来るでしょ、グランプリ毎年。はい、います。はい。まあいよいよです。でもう俺はネット競輪のうまい車検にはあげたよ。僕もあげました。もう自信しかないな。もうとりあえず毎年自信を持って挑んでるけど、もう今回も自信を持って、もう俺も連覇を目指すしかないって感じだよね、とりあえず。でガールズが、うん、ヤングが28、ガールズが29でしょ。はい。で、ヤングはまだ並びが出てないと。出てないです。うん、いうとこだね。今日は、見解というか、一人一人の皆さん、このね、俊介と編集長の石井のポイント的なものを話して、あとこの前、って言ってもまあね、まあ、いつか日にちは別にして、芸人、はい、ストロベビー生一丁、はい、で皆さん分かりますか、ストロベビー、ドリアンズ堤さんで、はい、ちょ、僕らこの前ある席で一緒になって、で競輪すごい知ってるよね。知ってますね。知ってるし愛してるし、はい。まあもうよそで予想もいろいろ上げてたりするけど、そのストロベビーの生一丁さんとドリアンズの堤さんの予想をここでちょっとパッと出して、それについてやっていくというところだよね、はい。どうなの、見解っていうか、そのポイントになるのは何を、自信を持ってさ、じゃここを見ようとか、まずいんだ、その展開的なもんでもいいし、はい、選手ここでこいつのここを見てくれっていうのもいいし、目的にはやっぱ近畿が前取るかっていうポイントで、僕はもう絶対前取ると思ってるんですよ。なるほどね。脇本が、俺も最初言ってるけど、脇本が前を取りたくないっていうあの一言で、はい、まあ、混乱するだけだよね、はい。いや、それはするよ。だって取らないって言っちゃったら一つの策を投げ捨てたことになるわけだもんね、はいはい。でも、もともとさ、突っ張りなんかやんなくて、引いてドンの選手が、こっちじゃないよって言ったらもう、一個しかないわけだから。うん、その突っ張るか、脇本、言ってる通り、好きで前取ってるんじゃないんでっていうのを考えて、後ろ攻めになるかっていうさ、ポイント。で、お前は取ると。はい。うん。取ったら取ったの、目はやらなくていいから、取ったら。まあ、取ったらやっぱ突っ張りも含め、で、勝負だと思うんで、うん、まあ、突っ張ればやっぱり、まあ、番手がやっぱり故障が有利になって、うん、まあ、引いたら自分が、脇本が勝つか勝たないかの競争にはなる。引いたら勝てないな。簡単にはまくれないと思いますね、うんうん、はい。まあ、引いても前、あのワッキーが前取って突っ張っても、まああれだよね、ワッキーが前で突っ張っても、例えばじゃあ新山が一度出しますか、これ、はい、脇本、いやでも本当だよね、その流れがね全然違ってくるからね、やっぱそれはもう前取るか取らないか、何もかもが全部ね、91枚でしょ、はい、そうですね。で軍事2番車、平原君、松浦、はい、で北が374パー、はい。でまあさ、こう入ってる、はい、はい。これどう、まずさ、だそのさ、じゃあ近畿前の時にさ、
もうここにいるのかっていう、まあ、シャバン通りこうなのかな、とりあえずは。短期。で俺はもうこれ今日、ネット経理の YouTube も上がってるんだけど、それ言ったんだけど、もし前取っちゃうときに、近畿が、こうなっちゃうこともあるんだぜ。はい。これ本当に、それもうそうするともうこれ本当に偉いことで、もうここはパニックるよな。パニックるんだけど、ただ、脇本が突っ張って逃げれば故障っていうのはそれは正しいかもしれないよね。ただ、じゃあ前取って脇本が突っ張ったからといって、必ず脇本が楽に逃げれる保証はどこにもないよね。ないです。むしろでも、俺が思うにはそれも考えたよ。突っ張れば故障かな。ただ、ね、やっぱり4対2だから。で、こっちも強いよ。当然。で、やっぱもう、ほら、なんだろう。俺言ってたろ？仁義なき戦いをね、言ったけど。はい。菅原文太が松方弘樹に言ったあの一言だよ。はい。狙われるものより狙われるものが強いんじゃん。うん、それもこっちは狙う方だから。うん、はい。捨てるもんも何もないし。はい。で、こっちは勝ちたい。うん。だからその気持ちが、やっぱり多少なりあって、前を取っても4人でドンと来た時に、もう4対2ですっちゃかめっちゃかになっちゃう可能性もあるよね。ありますね。そうすると、俺これも言ったかな前、短期3人のまくり合戦って言っても平原くんは距離踏まないんだから、どっちかの人にひっついてた時に、この3人の勝負って出てくるよね。そのじゃあ、いや、突っ張るまではいいよ。はい、いや突っ張った時に、じゃあ、新山どうすると思ってんの？いや、新山、まあ、その初手並びで3番手であったとしても、うん、やっぱり、行くでしょ？行くと思いますし。うん、で、行って、じゃあ、行っても、近畿は潰されない。いや、潰される展開になったとしても、古性は、横をやらないと、うん、もう終わっちゃうと思うんで、一発勝負なんで。で、ものすごい新山が迫ってきます。はい。はい、で、こう新山を飛ばすか、はい、まあ合わなかったらやっぱり新田を飛ばすか、新田飛ばすか、新田も合わなかったらやっぱ森さでもここ、はい、まあだからこれもね、結局あれだよね、その脇本が突っ張ると言ってもだよ、死にかける突っ張りじゃないでしょ、うん、ないですね、そこだよポイントは、はい、脇本が死にかける突っ張りだったら新山も多分叩けないかもしれない、ただこっちはある程度合わせるつもりで踏むわけじゃん。はい。もう出させないっていうのを合わせて、突っ張るし、自分も突っ張って勝つための突っ張りだよね。はい。それ結果論じゃ、勝つための突っ張りでも、じゃあ、お前が突っ張ろうと思ったって、新山強かったよな。結局2社で突っ張っても、勝てなかったねっていう結末もあるかもしれないけども、ただ、基本的には、まあ、そうだよね。勝てないよね。脇本も、うん、どう考えて新山とこれぶつかり合ったら2対4で、はい、でもじゃあポイントもじゃあ突っ張ります、じゃあその後にじゃあこう故障がどっか飛びついて、はい、理想はもちろん新山を生かせず東北全滅に追い込むか、目的には新田のとこをもう2人で練習してるんで作戦を打ってて、うん、新田をその展開で新田をさばいちゃって、うん、脇本を番手に入れるっていう、うん、なんか作戦を考えてるような気します、こう新山のその番手にはまってで、ズルズルズルって下がってきちゃった時に7-4パーで、はい、で、様子見すぎてる2-5-6は割り切っちゃって、はい、こうなっちゃったら終わりだけども、そんなバカじゃないから、はい、多分これ新田がピューってピランジャー時にはおそらくここにはいるよね、はい、そんな間抜けじゃないと思うよ。この2-4、2-5-6は。したらここにパッと入ります。で、あとはじゃあ、ここで、じゃあ、例えば、新山は足場にもう一回脇本が蘇っちゃって脇本なのかっていう。はい、まあ、故障が勝つのかっていうところだ。はい、で、一つやっぱあれだよね、この懸念は、その故障の懸念は、脇本強いし距離踏んでくれればありがたいんだけども、いわゆる引きずり回されちゃうっていうね、うんうん、そういうこともあるわけよ。だからそのもうほら
じゃあ、これ有利だって言っても、じゃあ、やることやってさ、はい、やることやって、じゃあ、ここもほら、俺も、いろいろ言ってきてるけど、外追い上げられたら、っていう頭あると思うよ。うん、もう、来るなと。で、もちろん、じゃあ、この北の考えとしては、前取られちゃう可能性もあるよな。取らないって言ったけど、それは、三味線だなっていうのもあって、じゃあ、新田がもし、後方から、かます展開になった時に、絶対来るなっていうのは思ってると思うよね。そこはさすがに。そこでやっぱり古性も、くたびれる可能性とないの。これは。まあまあ、あると思いますけど。まあ、ピタって会えば秒殺だけど、はい、普通は。で、ここで会っちゃう時だよね。はい、そうなんです。僕はそこで会っちゃえば。ここで会っちゃった時に少しこう、一発振って、もう一回戻ってこられちゃったら、それ終わりだから。はい。でも、古性の勝ち目は、ワッキー突っ張った時に、東北を古性はやっつける役割があるでしょ。はい。それを、一発でできなかったら、これ終わるんです。そうですね。これは。はい。だからそこだよね。だからここがやっぱりちょっと、少し、どうだろうな、でも、俺が言ったなら思うんだよね。勝ちたいし、勝つ気満々で臨むけども、絶対楽じゃないなっていうのは。はい。だからこそ、攻めてきたら、こっちの問題じゃないよと。はい。来年も赤パン履くんだから。はい。再来年も履くよ、履きたい。で、タイトルまあ取りたいでしょ。これ舐められちゃいけないなっていうのがあった時に、一発で裁かれるのかどうかっていう、そこだよね。うん、でも、見事に古性がそれをやりのけてくれれば、近畿に、軍配です。ただ、ここで、まあ、じゃあ、ものすごいフルスピードでもがき合うときにさ、じゃあ、まあ、スピードがぐーっと上がりすぎてて、古性も、あんまこうできずで、こう重なっちゃったら、やっぱ、ここだよな。で、松浦は結構ノーマークなんじゃないの？俺も散々言っちゃってるけど、やっぱりなんか東北分断っていうのを担わされてる空気感があるよね。はいはい、なんかもう東北を勝ち下すんだったら、松浦がなんとかするだろう。松浦が新田をなんとかやるだろうってみんな思い込んじゃってるところに持ってきて、実はそうじゃなくて、9-3でバッチ踏み合っちゃった時に、軍事に乗ってっちゃったらこれ差し目。もちろん先に動いてっちゃって軍事に乗っかってこられたらこれ、抜け出されちゃう、軍事にっていう。うん、で脇本が前を取ったときに、まだこれもね、終わってみなきゃわからないけども、もう一人後ろにいればなっていう結末も考えられるんだよな、はい、俺はな。だもう、いろんなこと話してると、鍵がどこだかわかんなくなるけど、まあだから、この展開で考えたときに、じゃあ、古性は、脇が突っ張って、新山叩いてくれば、やるんだから、絶対に。うん、新田がどこまで持ちこたえられるかっていうところも鍵になるね、はい、これは。じゃあ石井的にはもうワッキーが戦うだろうと、はい、新山を出させない、はい、いいでしょ。僕も今日もノート出したんであれなんですけど、うん、解明いいから、もう出したの？グランプリの出しました、出しました、一緒に頑張って。早いな。そう、今日なんか動画も見てたんですけど、うん、やっぱ松浦と平原がなんか新田のところどうするのよっていうところかなと思っていて、うん、やっぱ今日も松浦もいやった新田さん皿足で回すのはって言ってたし、言ってたっす。で平原は平原でちょっとトーンダウンしてて、あんまこう引っかき回すって言ったけど、本当に引っかき回しすぎちゃうと勝ち目がなくなっちゃうんで、あら、そうそうそう、それはちょっとあれだよ大事なポイントになりますよ。なのでまあ、そこ冷静になっちゃった感じだ。ポイントはそこかなと思うんですけどね。前夜祭から中、約1週間経って。うん、でも撮ってる日は同日っぽかったですけどね。うん、山子さんのやつね。そうする。でも、平原くんは、俺はもう、やっぱりもう、これやったら勝ち目は全然なくて、うん、やっぱり、どっちかについていくしかないです、ね。で、まちまちの展開ですよ。まちまちっていうのは、まず先行争いを待つ。先行争いを待った時に次にどっちかが仕掛けてくれてついてくのを待つ。ついてく展開がまずその2。じゃあ、どっちかが仕掛けたかどっちかっていう。だからまあ、先行争いがあって、松浦が軍事がどっちかが仕掛けてくれて、どっちかについていかなきゃ勝てない。もう3段階あるわけ。平原五段。3つの条件が重なり合わなきゃ勝てない。だからまあ、もうちょっと遠いよね。1着は。
で、やらないとします。見解としてはどうなん、突っ張んの脇本。いや、いつも通りやっぱ引いてだと思います。引くっていうことはやっぱ取らない、あんまり取らない、やっぱり。そうです、9-1、短期勢で東北やっぱ後ろになっちゃうのかなと思ってて、初手、はい、で、引くんだ、前取って引くと思います。引く、引いた時にさ、まあもうあれだよね、ここはもう本当にあの了承していただきたいのは、車番的にはここがいいとこ取るって思うけど、それはもう限らないからね、うん、ちょっと動きがあってワッキー前取って、新さんが上がってワッキー下がって、こうごちゃごちゃって入れ替わりがあると、気づいたらほらこうなるかもしれないし、こうかもしれないし、ただ平原君的にはもう、俺は思うには、もうそれも俺もネット芸人の見解でも書いたけど、やっぱりもうどっちかについていくしかないよね。そうです。だからあんまりこういうところにこだわっちゃうと、逆にこう仕掛けてきたらこう詰まっちゃうかもしれないし、なんかね、俺はね、軍人に任せちゃうような気がするんだよね。ここにその気がするの。で、東海に出るときはやっぱりここ頼みになっちゃうのかなっていう。9-1で前向きしてて、松浦、東北から上がってくるのに合わせて松浦先切りってありますよね。いやー、やるよね。それで、あれのね、そこからと思ってて、三谷が取った時のグランプリね、清水がそれやったんですよ。うん、やりました。やっぱり一回動いて、本人は見せ場作ったつもりはない、もう飛びつくつもりで多分切ってるんだけども、うん、やっぱ飛びつけなかったよね。うん、今の清水より、あの頃の清水が強いよ。だ松浦も一回切って、ワッキーがドンの時でしょ。うん、はい、まあもう、こうなっちゃうでしょ。したら。そうです、うん。まあここにやる理由もない気もするしね。はい、あとはさ、その、仕上げてきてる一流選手のはずで、故障もね、ずっと秋吉が良くない良くないんだよ、はい、うん、それまあ仕上げてきてるとは思うけども、じゃあもう編集所的にはもう下げて、こっからいつも通りまくりになると思ってます。じゃあもう全てはもうここだね、ここやるかどうかだけだから、そうだ、いかにだから脇本が勝つとしたら、いかにこうそこの対立が縮まってるかっていうところかなと思って、うんうん、まあやっぱり脇本がどうするかっていうのが、みんな混乱、近畿がどうするかっていうので、ちょっとこう少し、うん、そこはやっぱ解決しないと車検変えない。そうです。なんですかポイントは。ポイント3つですね、うん、3人の意地で、まあ、まず松浦が行くのか、ここに行くと見て、うん、新田は絶対負けられないし、うん、まあ、負けたとしても後ろに2人いるんで、そこからの巻き返しとか、そういう全ての意地っていうんですかね、うん、来年に向けて、もうセリーを負けるのはまあ流れでしょうがないと思うんで、うん、そこからの巻き返しと、あとは脇本が新山に黙って逃げさせなかっていうところですよね、うん、で俺は脇本が前でも後ろでも両方考えてて、うん、新山に簡単に逃げさせないと思ってて、うん、先行体制入られたとしても早めの巻き返しもあると思って、うん、松浦が行けば余計タイミング見ていけるだろうし、うん、って思ってて、そこだよね、はい、こうなればなったで、はい、じゃあそれはもう迷わずここから行けるんですよ、はい、本当はね、意外と後ろ攻めでちょっと前とかやったら、うん、すんげえかまし決まっちゃった時あったじゃないですか、誰かついてきちゃって、どっかの F1 か記念か忘れちゃいましたけど、やっぱ前だけの前のイメージもありますけど、うん、脇本の後ろ攻めは普通に怖いなと思ってて、うん、突っ張りってもやったことないもん、ま、そんなね、別にね、記念の二次予選とかたまにやるぐらいですよね、だからかましの方が王道だよね、はい、もう初手後ろ攻めでも開けちゃって、はい、ドーンっていう、それがあるんじゃないかなと思って、で新山は新山で結構突っ張ってきてる選手っていうところで、はい、そこの兼ね合いがね、はい、いけるかどうかっていう、新山も前突っ張りでもそれは後ろから出た方がかかると思うんで、うん、もし前東北に取られたとしても脇本巻き返せるチャンスはタイミング次第であると思ってて、4人だしね、はい、で松浦行けば多少流しますし、そこのワンチャン、ワンポイントでいけるかどうかですね。だまあさっき言って新山は捨て身でいいけども、脇本は故障を勝たせるための
かましだったり突っ張りではないっていうところだと、はい、やっぱり新山のが一気にいけて脇本は余力を残そうと思って行かれちゃう可能性もあるっていうのかな、はい、まああとあれだな、もうこのあれ去年は古性がまくってって清水と軍じゃかぶっちゃったんだな、はい、まあだから一周ならこうなった時にこうなるとしたらいつのタイミングになるんだろうね。まあ要するにこうこの子の前言ったけど誘導降りてから行ったんじゃ突っ張られちゃうからいけない、はいはい、っていうことはもう残り2週半ぐらい、うんうん、下手したら3週じゃいかねえか、赤番手前の半周前とかに行くんだよ多分、はい、前突っ張の場合、前取れた場合ですよね。でまあドカンとそこで行かれたら終わるんだよね、うん、だ軍事としては地元平塚、まあ、まあいろんなこと言う人いてもう極力足を使わないでって言うけど足を使わないで後から後出しじゃんけんで勝てるメンバーじゃないんだよ、はい、これね、うん、いや結構勘違いした人いるのよ、はい、地元だから貯めればいいじゃん、はいはい、じゃあ貯めるだけ貯めて吐き出す場面なく終わっちゃうから、はい、うん、だから俺は軍事のワンチャンスはもうここでもう松浦が戦ってくれる、うん、あるいは日原が戦ってくれる時に出てくまで行く、うん、でもう後ろに誰もいなかったら捕まるんですよ、はい、それでもいいつもりで行かないかったら勝てないと思う、はい、だからこう平原くんがもう行かずで当てにしちゃってくれれば援軍ですよ、うん、あるいは松浦がこういれば食われるかもしれないけどもう脇本にはやらない可能性があるっていうね、まあ、軍事のワンチャンスはそこなのかな。もうまあ俺思ってないと思うんだよね、脇本とかこの辺相手に貯めて3コーナーから踏んでって、はい、そん時はでも前はもっと力使っちゃってんだから、はい、届かないもんね、うん、逆に軍事の魅力って松浦ももちろんそうだけど今年再三見せてきてるじゃん、もう今年に限らずもう勝ち上がりで一周行ってっていう、それがまさに生きる可能性あるよ、はい、短期だけどこの5も2も、うん、まあ松浦の動きだな、やっぱりあと脇本が近畿が前を取るのかどうかっていう、もう出したの予想。いや僕は出してないです。決めてんでしょ。うん、決めてます、うん、まあとりあえず予想はガールズもヤングもグランプリも僕らあげますんで、いつも通り僕と俊介はネット経由前車検で、2人はノート、はいはい、で僕らもあげてます、はい、あとはさっき言ったように信仰を持たせていただいたこれですよ。まずねこっちからいきますか。ストロベビー生一丁の予想、まずは北の並びは4社結束、予想してたのも僕は森沢選手と慎太郎、逆です、要するに慎太郎が3番手と思ったとかね、はい、新座による北の絆掛けはほぼ間違いなさそう。ただ短期勢はもちろん裁きもできる強い3人ね。新田はバンテム風で回れるかっていうところです。ごちゃつくと脇本は一まくりね。近畿勢が早めに叩きに行ったら車番のいい古性選手が S を取って脇本選手が突っ張る可能性だってゼロではない。誰からでも変える展開になってしまうっていうね。で狙いは森沢選手。競輪戦準決を見て、準決を見てって書いてあるな。競輪戦準決勝を見て、今年のグランプリはあなたを軸で買おうと思っていました。で準決で軍事に負けたりしたよな。そうだと。新座が残ったりです。はい。
仕事してじゃなかったし、あの3番、はい、ん軍事のケツを飛ばしたのか、はい、北の4番手と予想していたのでマルチ気味に買おうと思ってました。だけど3番手ということで頭を固定で買わせてください。よろしくお願いします。僕の声は実るのか見逃せませんねって書いてあります。で生一丁さんは森沢から郡司、松浦、新谷脇本の2着、はい、で郡司に松浦、脇本の3着っていうね。新谷の3着はないですね。で2着固定なんだね。ないよな。ない。これ今中継やってるから打ち込んであるんじゃないの、はい、言ってみ、はい、なんで新谷の3着がないんですかって、はい。そうだね。ただね、これはね、俺の若干ちょっとうがった見方になるんだけども、俺これ最初一番さんに言ったよね。もうシャバンが出た瞬間に森沢森沢ってみんな言うんだよ。4番車がずっと取ってるからこっち森沢だ。でこれね、あのね、チャリロトで予想を上げてる人が10人います。はい。なんと、6人森沢本命。へぇ。いや、こういうのって、どうなのって思いますよ。これは。うん、ストロベビー生一丁。うまい車検、相田美優さんって人。と、あとは、津田美奈子さん、工藤和子さん、小場健也さん、林修一さん。が森沢本命、はい、で脇本本命が意外少ないんだよ。脇本本命は新平ちゃんだけど。ああそうなんす、ね、ああ古生本命ゼロ、郡司本命は君原さくらさん一人だけ。だ森沢の声がすごく多いってことだね。多いっすね。うん、で、生一丁さんはいつもベビロトっていうチャンネル、はい、ベビロトっていうチャンネルでミットの中継やってんだよね。はい、そうです。今もやってますよ、まだミットの中継。俺も結構見てるけど最近ね、はい、見てますね。でそのあれを見てください、チャンネルをね、はい、で、これすごい点数だけど、これドリアンズ堤さんの予想ね。脇本古生が S をという近畿 S 取りってことだね。で後方北4社かましで北に出られてしまうと近畿はつらい、突っ張る近畿、うん、でもし91がスタートを嫌がったら北が4社で前で新山が逃げる、後方からのまくりでは脇本届かない。だったらかまして先行ならば、うん、となるとやはり91は結局逃げると、はいはい、かまして、うん、で足をためれる選手から買いたいって言って郡司、松浦、平原の頭も買っちゃうだよね。ここ郡司、平原、松浦の短期やっぱ俺が言ってる感じなんじゃないかな多分。ごちゃついたときに一発食らわす、まず頭考えて。これもでもまた複雑だな、うん、256の頭で2,3着に逆に256ないんだね、うん、まあ、この辺は今度会ったときに聞いてみましょう詳しく、はい、ドリアンズの堤さんもストロベビー生一丁さんもすごい競輪詳しいし、で競輪愛持ってる人なんで、まあ応援することしかできないけど、はいはい、でまあまああの何かでこうまた巡り合えればいろんな話をしたいよね。とりあえずあれ堤さんはでも大宮記念来るかもしれない、なんかね、なんか告知みたいに、うん、してた出てたと思います。はい、嘘見してそれ、はい、見して見して決まったんですか、ね、なんか大宮記念。あそう、土曜日かなんかトークショーかなんかあってたから。へえ、
いや、いいよ、でもね。競輪好きなんだから、競輪のそういう仕事が増えれば、で詳しいよね。詳しい。話したけど、はい、あの、好きな選手に園田哲平って言ってたもんな。はい、なかなか出ないよね、園田哲平。熊本でしょ？めっちゃ長々と答えてくれました。嘘。はい。なんて？新田が2着の時はもう番手まくりで、うん、残るみたいな、うん、最後寸前森さんに抜かれる、うん、で絡まれるとかも含めて、うん、もし絡まれたら3着にもいらないし、うん、みたいな。で、ま、番手まくりして3着になる絵が浮かばないみたいな。 あとなんか絞りに絞ったらしくて、うん、本当に買うならもっと買うかもしれないけどみたいなのを言ってましたね。要するにもうじゃあもう飛んじゃうか、まあ2着残るかっていう、はい、中途半端に残んないってことだね。そういうみたい。番手まくりすれば2着までに入るだろうと、はい、いなくなるなら吹っ飛ばされて県外っていう、はい、なるほどね。そういうことみたいですね。聞かなきゃ分かんないこともありますね、はい、番手まくり3着は見えないみたいな、うん、短期勢が来ちゃいそうでみたいなのは脇本とかがって言ってましたね。ただまあ俺結構言ってるけど、新田はもうピークを過ぎてる気がするんだよな、はい、俺はもう。だからまあこの間仕上げてきてるって言っても、もうなんかこう全体的なこうトーンダウンみたいな感じるから、はい、番手まくりしても、まあ、でも新山ありきだからね。新山強いからっていうことかな。これは生半可な逃げ使ってんじゃ、はい、早めに出ちゃって、はい、バタバタバタって万幕してもいなくなっちゃうってあるけど、まあそれも全てに新田が絡むのは脇本と踏み合わない状況だからね、はい、新山がね、うん、っていう感じです、はい。あとは、あの、これあの、いつもじゃねえや。何回か言った時あるかしれないけど、まあ、このなんかチャンネルやるのも、あれだよね。お金って別になんかもうガツガツお金って全然思ってやってきてないじゃん。はい。でもこの機能として YouTube に、どう？もうちょい下ですかね。はい。ここにあの、これなんていうの？この下にさ、タイトルがあって、チャンネル名があって、下に。うん。共有とか、リミックス。そう、共有。映ってる。はい。で、これをずらすと。もうちょいですね。これ？あ、コメント言っちゃいました。これ。そう、サンクス。サンクスっていうのが出てくるんですね。で、これを、押す？押してください。押します。そうすると、これ要するにこう、僕らに、こう、何、投げ銭っていうのか、まあ、そうですね。まあ、直接応援ができる。直接応援ができる機能っていうのができたんでしょ？認められてってことですね。認められて。はい、だこれをだからその200円、500円、1000円、5000円まであんの？そうですね。うん、とりあえず、はい。だこういう機能が一応あります。で、これは、まあ、もちろんほら、ね、お金がさ、もうほら、まあ、やっぱ大事な、ね、あれだからね、こんな簡単にほら、じゃあ、ね、有料に何かこう、お金をね、皆さんがこう、払うっていうのもなかなかないかもしれないけど、まあこれ気があったらっていうかね、褒めてもらえればっていうところ。そうです、ね、うん。褒めてもらって、はい、もし、その、楽しんでもらえれば、楽しませてもらってありがとうなっていう、そういう人がいればっていうことだよね。はい、はい。この、これね。もうちょい知ってます。もうちょい知ってますか。はい。そのさ、もう一回戻したいの。これもこうすればいいの。そうです。そう、ここね、ここのサンクスっていうところですね。これを押してもらってっていう。こんな機能が認められたんだね。はい。これ、YouTube で誰でもできるわけじゃないんだ。アカウントがあれば、でも基本はできるはず。あ、この、これを？はい。っていう審査があるんですよ。あ、そうなの、はい。っていう感じで、もし、もうあの、乗ってもらえればっていうところで、これを、今度この機能追加になったんで、一つ、もし、チャンネル見ていただいて、気に入ってもらったらね、っていうところですよね、これは。はい。明日は一日、何もなくて、29は俺水戸だ。あ、28か。で、29、30は、大宮。はい。で、忘年会は、なんかもう前ほら YouTube で
参加しちゃってもいいですかってぽい人いたじゃない、はい、まあ、連絡先とか全部何も知らないから何も告知とかもしてないけど、もし暇だからっていう人いたらどうすればいいんだろうね。なんか出てるの？ツイッターのやつとか、それ ないの？メッセージくれる、くれる、まあ、ツイッターから DM、うん、はい、ここに書いてある、書いてあるんだ、概要欄にあります。そうなんだ、はい、でそういうところでなんかこう連絡もらえれば、もし来てもいいよって人が言ったら、そうですね、はい、もう大宮に来ていただいたらもうあれですけどね、うん、そうです、そうですね、っていうことで、あと何日だ、今日 26ですよ、はい、7、8、あ、明後日もうぜ、え、明日宣言か、明日宣言です、明日宣言、じゃあ明日ヤングのも並びが出るとかね、はい、明日夕方には、はい、いよいよ迫ってきて、あと2日、3日、4日でグランプリというところです、はい、じゃあ予想の方はまた仕上げてうまく当てれるように、3日間だよね、グランプリだけじゃなくて、はい、頑張りますので、引き続きよろしくお願いします。今日も長い時間ありがとうございました。ありがとうございました、はい、チャンネル登録、気に入ってたらいいねの方もよろしくお願いします。